チェガ。それは人間族が魔法を使えるようになる奇跡。多くの学者がシェガーを研究し、新しい力、魔法が生まれた。魔法は技術を発展させ、シェガーは人間族の生活に新しい力を生み出した。しかしその裏で、一つの罪も生み出してしまった。魔法という強大な力は、互いに傷つける道具となり、共に歩んできたはずの人間族同士で多くの争いが生まれた。東の大陸に位置する魔法研究大国ゲルマ。ゲルマは世界中から優秀な研究員を集め、最高の研究集団を作り上げた。ゲルマの秘密研究集団イーチュ。ゲルマに逆らう国はイーチュが研究する強大な魔法で支配されてしまう。イーチュは世界の脅威となり、大陸中から監視される立場になって、しかしゲルマはその思惑を逆手に取り、イーチュのメンバーを隣国リアーナへ集め、秘密裏に研究を進めていた。今まさにリアーナを起点にゲルマの宣戦布告が始まろうとしている。
面白くない。でいいだろう。
面白くない。Thank you.
結果もまた面白い。
はお前の勝ちでいいだろう。勝ちを譲ろう。これが王の力だ！どうだ？せっかく実験の成功が見えてきたのに。いや、どう考えても制御できてなかったでしょ。でも、いつか制御できたかもしれないじゃん。その前に、あなたの体がどうにかなっちゃうわよ。くそー、もっと魔力をうまく扱えれば勝てたのに。やめときなさいって、結構実力差あったと思うよ。
ま、もっと違う方向に努力しなさい。幸い、あなたの周りの国は協力的なんだし。それは裏切りの経験がないからよ。だから逆恨みをして世界を力でねじ伏せようっていうの？そうよ。ダメ？あんまり好きじゃない。好き好きの問題なの？それで私はここまでされなくちゃいけないの？そうよ。私の機嫌で世界は変化するものだから。まるで神様みたいな言い草ね。都合のいい時だけ神様のせいにするのは人間族の良くないところよ。いや、でもそういうものかな。まあいいや。え？なんか勝手に自己解決？ま、おとなしくしてなさい。遠くの大陸なんかに興味持たなくて。はーい。こうしてゲルマの願いは魔人の力により絶たれた。力を持ちすぎた生き物の末路を知る神だからこその優しさだが、それにそう言っている間にまた別の場所で力を求めようとする動きが始まる。それはまた別のお話。Ta-da!